あなたなの。しばらくの間、退屈はしなさそうね。空中庭園の技術でこの機体のレベルアップができるの意外だわ。言っとくけど、肩書きなんかで私を束縛しようとしても無駄よ。この方法で全く新しい自分になれるのなら、<laughs> どう考えたってありえないわ。 この体での戦闘技術にも慣れてきたわ。悪くないよね。この武器が特別ですって武器としての本質に変わりはないわ。苦痛と死をもたらすだけよ。これで私に仮一つよ。覚えておいてね。私が隊長ふっ。<laughs> まあいいわ。 どうせすぐに終わるから。どうやら21号とノクティスよりは使えそうね。ちょっとどいてくれるここはあなた専用の場所じゃないの。ちょっと退屈かも。ミッション以外で他人と必要以上に関わり合いたくないの。あなたも含めて。 エリートの指揮官さんも、こんなに毎日暇なのかしら。もっと座り心地のいい椅子はないのコーヒーああ。飲みたいなら自分で入れてきて。それと、私の分は砂糖なしで。わかってるのかしら。私があなたを必要としてるわけじゃない。あなたが私を必要としてるの。 そんなに無茶したかったら、ずっと医者についててもらえば私痛いのが好きならやってあげるけど。退屈ね。なんか面白い話をしてちょうだい急に聞きたくなったの。何でもいいわよ。だって、あなたが困ってるところを見たいだけなんだから。 私のことを理解できる人なんていない。もし私に近づきたいのなら、ちゃんと準備しておくことね。心と、命の準備を。こんなご時世だから、いつ誰が死んでもおかしくないわ。私が死んだら、拍手して喜ぶ人も少なくないでしょうね。でも、あなたが死んだら、 とたくさんの人が悲しむわ。だから、あなたは生きるべきよ。はいはい、わかった。あなたに言われなくたって、どこにも行かないわよ。これでいいんでしょさあ、私の名前を呼んで。そう、もっと情熱的に。あなたに名前を呼ばれるの好きよ。 ビーラ。ビーラ。うふふ。素敵よ。二十一号から私たちの怪しい噂を聞いても無視してちょうだい。何の噂かってふっ、<laughs> くだらないことよ。知る必要はないわ。痛いの訓練の質疑よ。 その痛みを分かち合うことができれば、私たちの永遠の絆に、そして一緒にこの世を生きた証になるのに。人を信じたことはないの。あなたも含めて。知ってた役に立たないプレゼントはただのゴミよ。まあ。 一応顔は覚えておくわ。そこに置いといて、21号が中身を確認するから。またあなたいちいち私のところに来てるんだけど、わざとなのまたあなた前と同じプレゼントじゃないでしょうね。バカは嫌いよ。すぐ死んでしまうもの。 あなたがそうならないことを祈るわ。あなたは私にプレゼントを贈るのが好き。私はあなたが贈ってくれたプレゼントが好き。ちょうどいいじゃない。お互いに貸し借りなくて。もうお互いを探り合わなくていいんじゃないたまにはお礼をしなくちゃね。じゃあ、ノクティスの秘密を一つ教えてあげようかしら。 あら、聞きたくないの、うんー、危機意識は一応あるよね。あなたのおかげで、死神って呼ばれなくなる日が来るかもしれないわね。だって、私と一番親しくしてるあなたが、ちゃんと生きてるんだから。私に一生懸命こびてくるのに、見返りを求めないのね。 ただより高いものはないって言うでしょあなたが欲しがってるものは、確かにとても高価だわ。やっぱり私から離れられないのね。私、いつか急にいなくなるかもしれないのよ。それでもいいのなら。ふ <laughs> ふ本当にバカで。 かわいい。私にプレゼントを贈るより、もっとやるべきことがあるんじゃないどんなものにも価値があり、特別な価値を持つものなんて存在しないと、そう思っていた。でもあなたに出会って、それが間違いだったと気づかされたの。あなたにとって、私はどんな価値を持つのかしら 答えは慎重にね。後悔することになるわよ。貪欲の何がいけないの未来、人生、運命、責任。すべてをくれる人でなければ、私は満足できないわ。ちょっと、起きて。意外だわ。私の前でぼーっと、 とするるるががある人がいるなんて寝てれば自分で何か面白いことを探してくるから。誰か入ってきたら、あなたがサボってるのがバレちゃうわね。どうやってごまかそうかしら。この寝顔、たまらない。起こすのもかわいそうね。 まあいいわ。おやすみなさい。私の指揮官。せいぜい頑張って。見てるだけで疲れるわ。頑張りすぎじゃない部下に丸投げすればいいのに。ねえ、少し休んだら私と一緒にサボれば何も言われないわよ。 そんなに仕事があるのそれとも、ただ私のそばにいたいだけあら、いたの。あと三分で出て行くつもりだったのに、残念だわ。そういえば、毎日あなたに会うことになったのね。はぁ、あ、ずっとここにいるくらいなら、ミッションに出る方がよっぽどマシ。 いつも同じ顔ばかりで飽きないの私私は別にいいけど。必ずここで待ってるわ。あなたとの約束だから。これからの予定そんなどうでもいいことのために来たわけじゃないわ。わかるわよね。ここには私たち二人しかいないわ。だから、 危ない秘密の話をしない例えば、あなたは私のことを。あら、すっかり忘れてると思ってたわ。まるで好奇心旺盛な赤ちゃんね。へえ、あなたの仕業なの。 怖くて叫び出す人もいるかもしれないけど、私には効かないわ。私が怒り出す前にやめておくことね。勝手に触ったら代償を払ってもらうわよ。その指、もういらないの偉い偉い。 私についてきて恐れることはないわあがいてみせてゴミクズ。私の邪魔をするなんてずいぶんいい度胸をしてるわね全てを粉々に潰すのは最高だわ私がいる場所が戦場よへえもっと来てよ 肩を折るわけには戦いはまだ終わってないのに混戦は大好きよ情けないやつ。楽しんでくるとするわ勝利しても私には絶対服従よそうよね